はい、高橋丈太郎でございます。今ですね、ダイワピュアラブさんのですね、まだ動画途中なんですけども、殺すぞっていう言葉が出てくるんですね。これは、もう完全に、なんて言うんですか、こう。もう逮捕されていいんじゃないんですかね、これはね。そういう言葉が出てくるんですよ、今、この。1時間、まあ10何分ぐらいからですね。まだこれ2時間7分48秒なんで、まあその前にもですね、もういろんな人の名前がね、出てくるんですよね。これって、で、その他の動画でもですね、いっぱい来るんですけど、なんでこんなことすんのかなって、これ意味あんのかなっていうですね。これをするとですね、ダイワピュアラブさんが辞めるんですかね。辞めないと思うんですけどね。あともうこれね、こうやって証人がいっぱいいるからですね。やばいんじゃないですか、これね。もっとちょっと再生してもらう。名前がもうちゃんと出てるんで、で、過去にもあったっていうことですね。それと、まあ、他にも名前出ててですね、まあ、本名かどうかわかんないですけども、まあ、ツイッターとかそういうのですね、特定はできるわけですね。パソコンとかね、スマホとかね。そういうのはもう簡単に今ね、なんか5000円、なんか1個に対して5000円とかなんとかっていう情報が前聞いたことあるんですけど、簡単に調べられるんですよね、今ね。まあ、これガーシーさんも言ってましたよね。IP アドレスっていうかそういうのでね。だからこの私の、これだって当然そうだしですね。もう分かっちゃうわけですよ。どの端末からかっていうですね。で、警察が調べればですね、ちゃんとやってくれればですね。まあ、この件に関してやってくれるかどうかわからないですけどね。まあ、警察のこと今ね、ガーシーさんのね、あれで出てますよね、いっぱいね。すごい出てて、もう百何十万回も再生されてて、今もライブやってんですね。で、私ライブ終わったらまた見ようと思いますけれどもですね。もうこんなこと思えて、小学生だって知ってんだからね。小学生だって知ってますよね。どの端末からですね、発信されてんのかっていうのわかるわけですよ。だから、よほどなんかね、何がしたいのかなっていうかですね、小学生でもわかるわけですよ。わかるわけですよ。警察が調べればすぐわかるわけですよ。で、警察がどうのこうのって言ったって、99点ね、ガーシーさんが言ってたように、99.9%の警察の方はもう善良な方ですからね、真面目なですね。もう、そうですよね。だから、みんながおかしいって、おかしいんじゃないですかって言えばですね、警察なんてすぐ変わるんですよね。だから、もう、それを抑えちゃう巨大な力なわけですよね。でもですね、まあ、自衛隊もそうですよしね。自衛隊だってね、おかしいことはおかしいってね。だからこの縦社会がね、すごいからですね、なかなか言えないわけですけれども、そういうのだってだんだんどんどん変わっていくと思いますしですね。ということでですね、殺すぞっていう、ことですね。それもうちゃんと出てるので、こちらの動画をですね、聞いていただくとわかります。ありがとうございました。失礼します。記録させていただきました。